ので、まだちょっともしかしたら見てくださってる方少ないかもしれないけど、始めさせていただこうと思います。お願いします。で、昨日ね、企画をして、バタバタバタとこうやって、ね、いろんな方にご協力いただいて始まったんですけれども、もともと去年とか私がナミコさんの、動画編集をスマホでできるっていうのを、東京で招致させていただいて、3回かないとやらせていただいていて、まあ、やるごとに結構バージョンアップというか、もっとこうしたら皆さん分かってもらえるよねっていうのを、そうですね、なんかワークショップとしてやらせていただいていて、で、まあ、オンラインでもできたらいいよねっていう話をね、なみこさんとしてたんですけども、やっぱりこの今ちょっとコロナとかで外に、ね、行けないっていう方も多いと思いますし、なんかその中でこの動画っていうのがやっぱりできるようになると、まあ、それぞれの方のその商品の、ね、CM であったりとか、まあ、動画販売とかこのオンラインの仕事につながっていくのかなっていうのがあって。なんか私とナミコさんもこのオンラインで講座をやらせていただくっていうのは初めてになるので、ちょっとねバタバタする部分もあるかもしれないんですけども、なんか私たちもチャレンジさせていただきながら皆さんのなんか役に立てたらいいなって思っていますので、今日ね安川さん金沢と、まあ、タカさんめっちゃ近いけどねから今日は初めて受講するのをそうリアルタイムで流させていただくこの試みをよろしく皆さんも、ね、見ていただいている方にもちょっと温かく見守っていただきながら1時間ぐらいワークショップやらせていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。レコーディングしてみよう。リクエストしない。はい、画面見えてますね。すごい、私も今ここでライブ配信自分で見てます。見てますか？うん、見てる見てるそうですかねおはようって来てるコメント返しはちかさんにお願いしていいのかな。はい、ちょっと私おはようってやっぱちょっと手がありますよね、喋りの時差が、すごいすごい。ちなみに私が今デスクトップ動かしたのは見えない。本当に時差のりこさん見つけた。ほんとね、のりこさん昨日ちょっと一日振り回してしまってはい、じゃあ、なみこさんお願いします。今ね、今日なみこさんバーチャルになってるんですけれども、なみこさんの後ろのオーロラの写真はなみこさんがご自身が撮影した写真が、ね、今貼り付けられてるんですね他にもあるよじゃあナミコさんよろしくお願いします。バトンを引き継がせていただきます。お願いします。いや、なんか家なのにすごい緊張するねすごい。金沢に今いらっしゃるんですか？私金沢に住んでます。はい。すごい、なんか嬉しいですね。こうやってオンラインでやらなかったらそんな可能性とかちょっと行かないといけないっていうね、思いがあったから。でもお母さんにお話は聞いて受けたいなと思ってたんですけど、東京まで行くの難しくて呼んでという金沢大好き。もお寿司とか本当美味しいですよね。なんか全然違う、本当に格別。今まだ兼六園とかこうなんかこう王道なところしか行ったことがないので、もう今全然人いないんで観光地大変ですよね。そうなんです。いや、秋葉原もいないですよ中国本当に中国人消えましたね。そう、びっくりしちゃった。そういや、タカさん元気ですか？はい、おかげさまで合ってるねサーフィンの画像が、サーフィンの写真がすごい気になるんだけど。あ、これはプロのサーファーの方の写真。ちょっとここに海の神様が写ってるっていう。すごい私も千葉でサーフィンの写真撮ってましたよ。あ、そうなの？はい、仲間がみんなサーファーなんで。そっかそっか。そう、オリンピックの会場の場所でみんな入ってます。あ、そうなの。一宮の方かな。うん。うんうん。そっかそっか。ね、だからすごいサーフィンだとか思って、高さんやったかなとか。私じゃない、うちの主人がね。やるんですか？そう、サーファーなのね。サーファーなの？そうそう。あら、チャラいでしょ？素敵。はい。じゃあぼちぼち始めていきますが、はい。いやいいねこれ。やろう。うん。やっていきましょう。でこれキーノートです。キーノートに今映ったんですけど見れますか？クリエイティブ。私が普段使ってる、資料となります。はい。見えた？すごいね、時差が。うんうん。すごい。これ誰が見てくれてるのかってわかるのか。私が普段使ってる。すごい。なんか、わかる。資料となります。音消さない。おはようございます。こんにちは。同時に自分が両方やるのは難しい。うん。コメントはちかさん。はい。はい。はい。アースフォトグラファーの辰野口奈美子です。基本的に全部資料は英語ベースなんですけど、全面喋るんで、本当に気にしないでください。まだただの映像として見てください。もともとなんだろう、普通の OL とか、お料理教室の先生とかをずっと20代やってたんですけど、ある時、ふとこのオーロラの写真を見て、でそれがきっかけで、こう、わあ、写真、なんか、ああ、みたいな、もうなんかすごい一人で勝手に泣いて、オーロラの写真を見て、それでもう、わーと思って、写真の世界にのめり込みまして、入りすぎちゃって、ちょっとこんな格好になっちゃって、カメラもレンズもたくさん揃えて、写真家に結局、なることができまして、今そういう活動をしてます。で、普段は、いろんなことをしてるんですけど、こういう野生動物とか、撮影、修行の時に撮影させてもらったり、オーロラ、アラスカに撮りに行ったり、マタニティとか、家族写真とか、まあ、いわゆる出張カメラマンみたいなのもしてます。あと、外国人のガイドもしているので、こういう形で撮影兼ガイドみたいなのもしていますっていう自己紹介となります。これは突然なんかね、スペインの旅行会社から連絡が来て、カップルが新婚旅行で日本に行くから撮影お願いします、みたいな。はい、みたいな感じで、浅草で撮りました。はい。で、実際のそのワークショップ、始めていきたいんですけれども、まず、お二人、どんな動画のタイプを作成したいっていうのはベースとしてありますか？じゃあ、タカさん。自分の作品集とかかな。作品作ってる背景だったりとか、うん、ああね。うん。ストーリー的なものを含めた作品を出す動画。なるほど。はい、この前のライブ配信の10分くらいのやつ、エモーションも。うん。見た。あれって、うん、YouTube 載せないんですか？ん？あれ、縦で撮ってますもんね。そう。なんかスマホを iPhone 横にすると、うんうん、画面が、なんか、縦になる。なんか、ちょっとごめんなさい。はい。ごめんなさい。お名前なんて呼べばいいか。すいません。あ、やすかでいいです。はい。やすかさんは？はい。お願いします。はい。やすかさんは、どんな動画を、先ほど言ってたお友達の動画を頼まれるんですか？あ、そうです。なので、プロモーションになるのかな。鍼灸師、針とかお灸やってる方が、文章だだとその施術の感じが分かりにくいからちょっと動画で撮ってほしいっていうのが今頼まれて、見よう見まねでやって、撮影は自分でしに行って、はい、iPhone のカメラで撮って、それで見よう見まねで編集はしたんですけど、はい、なんかこれでいいのか正解もないからちょっとどうなのかなっていう、ね、それは何のソフトでやったんですか？iMovie を使って編集はしてみたんですけど、はい、なんかあんまりテロップとかうまく自分がこう想像通りにできるのにちょっと限界もあって、他にもなんかソフトとかあったらいろいろ教えてほしいなと思って今日参加しました。はい、ありがとうございます。まずこの What kind of video type ってことで、プロモーションと一応チュートリアルと Vlog っていうことで3つ出させてもらってるんですけど、大きく分けてプロモーションっていうのは、例えばこのディオールのやつとかは最初なんかカップルが喧嘩したりとか、こうなんか全然違うなんだろう内容のものが流れるんですよ。でそこを最後のもう5秒とかでディオールの香水のが分かるんですよね。最近の CM のタイプですごく多くて、もう全く関係ないなんかファミリー物語みたいなのとかがこう流れたと思ったら、実は生命保険だったとか、実は車の CM だったとか、そういうこう全然違う内容を最初に流して、まずそれで目を引いて、それからこう最後に自分の商品をポンって出すっていうのが、まあ流行ってる CM ですね。だから物とか売る方はそういうタイプでもいいかなって思います。あと真ん中のチュートリアルはまあ How to ですよね。こういうこれもチュートリアルですよね。どうやって動画編集をするかとか、どうやって、まあ、例えば書道だったらどうやって書くかとか、まあ、英語とか日本語とかこうどうやってっていうその部分を分かりやすく教えるっていうのがチュートリアルで、一応 How to のこの How to 系はまだまだ今後もなんか盛り上がるっていうふうに一応予想されてます。今もすごいなんかたくさん出てるんですけど、それでもちろんね、生計立ててる方もたくさんいますし、それでもまだまだなんかこれからやっても全然良さげっていうところですね。タカさんなんて多分外国人の人を意識してやったら相当いくと思いますよ。やっぱやってることが書道だし、書道だけのただ書く書道だけじゃないから、うん、やっぱそのパフォーマンスとかあれとかもうすごいじゃないですか。あれはもうもっとそのガンガン出していった方がいいし、そのパフォーマンスをこうなんだろう傍から初めて見た人からすると。なんかどうやってんのかなとか、例えばなんか筆を買いに行くところとか、そういうのを Vlog でやっても面白いと思います。はい。Vlog っていうのは、ブログ今までみんな書いてると思うんですけど、文字ね。で文字のやつを ブログって言って B なんですけど、Vlog はビデオログってことで、まあ、ビデオログ、そのまま。ビデオを通して記録するでも人生のなんか思い出をそのまま毎日なんだろう、本当多分世界中いろんなところにいろんな人が住んでいて、ね、今もこっちは関東と金沢っていうので全然場所が違うと周りの風景も違うじゃないですか。私が今編集してるなんか一人の Vlog なんて本当に寂しいお一人様のお一人様映画とラーメンっていうのをやってるんですけど、本当なんか都会の中で人が溢れてて、満員電車でっていうのが今の私の日常。でもその日常は世界がなんか違う場所、例えば南の島とか行くと「なんでこんな人がいんの?」みたいなものが人がいるだけで面白いみたいな。外国人がこう日本に来てどこに行きたいかって渋谷の交差点なんですよ。渋谷の交差点にいてずっとタイムラプスで撮影するっていうのが、もう観光スポットみたいな、ただの交差点ですよ。でもそこに行きたいっていうのは自分の日常と違うから行きたいんですよね。だから私からすると金沢の兼六園お散歩なんて本当に羨ましいっていうか、もう金箔作るところとか、もうそんな Vlog があったらもう本当に見てる方はすごい楽しいですよね。やっぱ私が多分私みたいにその電車に乗ってるVlog とか見ても、これいつも通りじゃんみたいな形であんまり面白くはないと思うんですけど、それを外国人目線で作ってるとなんかかっこよくは見えますけどね。その辺ちょっと難しいけど、なんか変なおしゃだ戻ってきて、よいしょ、ちょっと続けよう。一応、その動画作る時のベースとして何を伝えたいかと、どうして動画を作りたいかと、誰に動画を見てほしいかを一応作る前にちょっと考えます。そう。すごい進んでるよ。はい。何を伝えたいか。これが消えないかな。なので、例えば鍼灸師さんは、どういう雰囲気で撮ってほしいのかとか、その先にここにたくさん来てほしいのかとか、それとも自分は変わったスタイルでやってますっていうのを見せたいのかとか、その打ち合わせが動画作りって、もし他の人のものを作るとしたら、ものすごく重要で、もう動画の作成に打ち合わせなしでは絶対に作れないんですよね。それによっても全く違うものが出来上がってしまうので、その人が一体何を伝えたいのかと、どうして動画作りたいと思ったんですかとか、誰に動画を見てほしいんですかっていうのは必ず聞くポイントですね。そうで、いよいよ始めていく時なんですけど、まず基本的な設定として、今 iPhone ビデオ4K とかでも撮れるんで、まず 4K になっているかとか、グリッドを出しているかっていうところなんですよね。グリッド出してます？高さん。出してない？なんか邪魔出てたはい、どうですか？グリッド出してますか？ OK、 はい、 OK です。そう、やっぱね、グリッドってすごい重要なんですよ。もうカメラマンからすると、このやっぱ水平がやっぱずれてると、今ぶっちゃけ iPhone 11 Pro Max になるとそれも後で直せるんですけど、編集で。でもめんどくさいんで、だったら最初からね、綺麗な方がいいじゃないですか。やっぱ水平じゃない、写真もそうなんですけど、水平じゃない写真見ると違和感、みたいな、見てて気持ち悪くなるっていうのかな。絶対的に許されないポイント。あとめっちゃ動画揺れてるのとかね。もう本当にあーみたいな、直してそこっていうので、見てる方の気持ちを考えると、もうそこはやっぱり意識すべきポイントかなっていうところですね。これ多分カメラのワークショップになったし、ここからまた延々と喋り続けるんでちょっと飛ばします。これがグリッド入ってる状態ね。で、横向きで、別に横向きで撮影するのはなぜかというと、その後に YouTube に載せたいから横向き。例えばこれが、いやインスタのストーリーだけでいいですっていう人は、もうインスタのなんだろう、インスタストーリー縦用に縦でずっと撮ったらいいと思うんですよね。でも縦横ってなると、結局横に黒い部分が出るじゃないですか。だからやっぱりこう、まあ、間違えちゃったのかなって思われるっていうか、わざとだったらいいんですけど、なんかそうするとっていうのがあるから、やっぱ映像として綺麗に見せるんだったら、しばらく横で撮影する。で、それはもうしばらく横の動画として、なんだろう。もうアルバムに入れちゃうんですけどね、編集する前に。で、まあ多少、インスタ用にって縦で撮ったりとかしたやつは、それは別でみたいな。ちょっとフォルダーの整理とかをしてます。はい。で、そう。最初にこれお伝えしてあるんですけど、まあ、大体4秒から10秒の動画、まあ2秒とかでもいいんですけど、を細かくたくさん撮ります。で、こうたまに喋ったりとかして、20秒、30秒、1分とかになっても、それはそのトークが面白ければ大丈夫というか、伝えたいものがはっきりあったら、それはそれでトーク取っても OK なんですけど、そうじゃない場合は、もうパッ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 パって画面が変わる方が、見てる方が飽きないんですよね。で、実際に使うのは本当に数秒です。多分もうちょっとプロのシネマティックな人の動画とか見ると、本当にもうこの5秒内で何個使ったみたいなくらい、クリップ、動画を使ってますね。やっぱそうするとおしゃれ。で、それにかっこいい音楽とか乗っちゃうともう超おしゃれで、っていうのが流行りです。でも、それが、例えば20代相手にそれを見てもらいたいんだったら絶対そうするべきなんですよ。でもこれが自分の見てもらいたい相手の年齢がもし少し上の方だったら、5秒、4秒、を繰り返しても、えみたいな、もう終わっちゃったみたいな、さっきの何だったっていう気持ちになるんですよ。だから、相手、自分のターゲット層によって、その作り方は変えた方がいいですね。特に私がよく作ってる動画とかを、私の親とかに見せると、早いみたいな。展開が早くて何を、なんかこう見せたかったのかがわからないってよく言われる。そうで、タイムラプスとかスローモーションとかをせっかくある機能なので使うとすごくいいです。タイムラプスもスローモーションも分かりますか？大丈夫？見てくださってる方がね、使ったことないです。なんかね、タイムラプスもスローモーションも使ったことないです。もったいない。タイムラプスは早送り。早送り動画なので、まあその、渋谷の交差点とかで、こうずっとこうやって、どんくらいかな。1分とか私持ってんのかな。持ってたりすると、それが何秒とかになるんですけど、で、これをこうやって動かしちゃうとダメなんですよ。もう画面が揺れちゃって。もう固定。固定でずっとそこに突っ立ってる。と、早送り動画でちょっと面白いのが撮れます。で、逆にスローモーションはもう新幹線がビュンっていくところとかをバッて撮ると、スローモーションですごいかっこよくなんか撮れちゃったりとかするし、タカさんのワンちゃんとかはスローモーションで撮るべきなんですよ。こうやってやった時とか、ブルブルとか、あれスローモーションで絶対撮ってほしい。もう並べてみんな撮ってほしい。5匹でしたっけ？すごいよね、そう。とか、そういう速い動きのものはスローモーションで撮ると超面白いです。あと最近スローフィーとか言って、自撮りスローフィーとか言って、こうやってなんかわーとか言ってやる CM とか見たことないから。だって流行ってるんですけど、そう。いやーもうね、面白いですよ。はい。Let's create! とかいうことで、いつもね、これでリアルにいるんで、ここからリアルで「はいじゃあ撮りに行こう」って言ってお散歩出てバーって撮ってでピッピッピッって押してできたってやってるんですけど、ちょっとオンラインということでそれが難しいから考えてとりあえずできるかなっていう感じなんですけど、まあやってみようかなって思ってます。まず Apple Store でその動画編集っていう言葉で検索してもらうとすごいいっぱいあるんですよね今って。で何でもいいって言えばぶっちゃけ何でもいいです。ただものによってはその無料だとロゴが入っていたりとかここまでしかできないとかそういったのがほとんどのものがあるので有料版にアップグレードしてくださいっていうのがほとんどあるんですけど、まあ、使いやすさとおしゃれさとその持ってるアプリそれぞれで持ってるフォントとか持ってる音楽とか備え付けの機能が全く違うので、それでやっぱ自分の好みのやつを見つけるために最初は何個かダウンロードして何個か試していらないやつを消していくっていうスタイルで自分に合ったアプリを見つけてもらうのがいいかなって思います。でその中でも、まあ、私は普段はその動画クリエイターとしての仕事は Adobe のプレミアプロっていうもうプロ用のソフト有料のやつを使ってるんですよ。でパソコンでピッピッピッってやってるんですけど、最初動画始めた時は私も iMovie から始めましたね、備え付けの。で iMovie の全ての多分トランジションとか全てのそのフォントとかも使い切ってちょっとつまんなくなって全部使っちゃったから。でファイナルカットプロっていう38,000円くらいの1回切り替えばいいっていうやつソフトを買ってしばらくそれでやってましたね。でもそれもやっぱり限界があってその決まってるテンプレートだから飽きちゃって全部やりきったら。でついにプレミアっていう形でプレミア使うまでに使いたくてうずうずしてたんですけど5年くらい待ってちょっとその間にカメラの修行してたんでやっと最近使い始めたんですけど、でまあ動画パソコンでやるとそういう感じで、それをスマホでってなるとそのプレミアの似てるやつがラッシュってやつなんですよ。だからラッシュはそのアドビから出てるもので、ラッシュは本当にプロが使ってもこれなんか近いやりやすい使いやすいちょっとおしゃれみたいなのができるのがラッシュ。ただAdobe の会員の方だったら無料で使えるんですけど、例えばこう Lightroom とか980円月額とか払ってる方とかだったら Adobe アカウントがあるんで無料で使えるんですけど、そうじゃない方はなんか 2,3 回かな多分買って出したらもうその後有料になってくださいみたいな、ラッシュ自体もお金かかるんですよね。でその辺は本当お任せしますけど、結構私はもう払ってもいいかなって思ってるくらいすごいラッシュは一番使いやすいですね。まあ、その行く前にまずこういろいろじゃあとりあえず無料のものを使い試して動画作成に慣れた方がいいので、で限界をいろんなもののした方がいいのでっていうと、今パーッといろいろ使ってすぐにこうこれならいいかなっていうのはインショットですね。でインショットですとね、タカさん使ってるんだよね。あれなんかロゴ消す部分最初の1回は消せますよね。あ、そうなの？バツっていうボタン出てきましたよ。あ、本当？そう。で、バツをしたら、なんか1回は消せるみたいな。で、その後は370円でずっと消せるみたいな。そのくらいの370円とかだったら、本当全然払った方がもう、絵的には綺麗だと思います。でも、ちかさん、ロゴ気にしないもんね。気にしなくても別にいいっちゃいいかなみたいな。ちかさんビバビデオだっけ？どうですか？今買ってて、うん、トラッシュのやっぱ上限来て、なんかいろいろやったりとかしてて、でもまた多分後でねお話ちょっと質問で上がると思うんですけど、その音楽、どうするかってところとか、最後のヒュンって終わり方とかね、そういうところで私もなんか iMovie 使ったりとか、なんかそっちで編集とか、あ、そうなんだ、なんかね、うん、やっぱ試させてもらってる感じはあって、ね、アプリはどんどんいろいろ変わっていくかなっていうのはあるんですけど、どうするかっていうと、ね、そのやり方だけやっぱ教えてもらってると、うんうんね、アプリが変わってもいろいろ面白いなとか、うんうん、っていうのはね、今半年ぐらいやらせてもらって感じてるところ、うん、確かにいろんなアプリをこう使いこなして、この部分はこれ、この部分はこれ、最後の仕上げはこれとかも全然あり、そういうのもすごいいいと思う。そう、例えばちかさんなんてめちゃくちゃいいクリップっていうアプリ持ってるから、あれでとりあえずのやつをバーって作っちゃって、でね、他の細かいところを別のやつで編集してっていうのとかすごくいいと思う。そう、ちかさんがね持ってたアプリはもうなくなってしまったんですよ。もうそれが一番いい、私が夏始めた時にやってたやつ、うんね、あれ多分ずっと持ってた方がいいですまた出るかなっていう感じで、動画編集って検索すると毎回多分ねちょっとずつ変わります、そのアプリの向こうの都合で、そうだからまあね、いろんなの使えたらいいかなって思ってます、うんうん、でまあ本当基本的な、もう超基本の基本の基本なんですけど、動画編集って全然なんだろう、難しいことが一つもなくて、ただなんだろう、撮る、ちょっと切る、つなぐ、音楽つける、書き出すだけなんですよ。だからもうほんとシンプルで、これをどうやってなんだろうな、やるかだけなんですよね。だから最初は本当にまず撮ってちょっとだけいらないとこ切って、でつなぎ目のトランジションは別につけてもつけなくてもどっちでもいいし、まあ、つけたとしてどっちかっていうとつけると素人っぽいって言われてる時もある。でもこれって時代で流行りだから、今は例えばちょっと前までだとこうやってこう手で見えちゃう手でこうなんかなんていうの、手でさじゃこうやって隠してで隠したところから始めるみたいなのも数年前にすごい流行ってみんながやったんですよ。で全然今ももちろんやってもいいし、ただブワーって流行る時期みたいなのがそれぞれ取り方であるっていうのは。でトランジッションふわーってゆっくり消えるやつとかは、まあずっと結構もうずっと使われてるかな。それはもう本当永遠って感じ。あとは最近は服とかにこうつけたりとかして、でそこからまた始めるとか、まあ、いろんな撮り方とかあるんですよ。もうこれはちょっと本当リアルの方でいろいろやりたいなそうそうそう、やりながらね、撮り方をこう覚えていくというか、いろんなパターンをみんなで研究しながらこういろいろやっていくとなおさら面白いかなっていう思います。ただこうやってずっと横にね撮ってるだけの繰り返しもいい、まあ、あるし、まあ、上にしたりとか近づいたりとか、例えば壁とかがあったら壁から始まるとかね、いろいろあるんですよはい、本当これがベーシックです。もうこれ以外むしろ何もないんで、はいはい、でもはい、じゃあやっぱり動画をやっぱ撮る時の基本がやっぱり大事だってことです、うん、切ったりとかする、編集する前の動画がやっぱり傾向になってとか、その基本はちゃんと押さえないとダメってことですね。基本が例えば水平じゃなかったりとか、ずっとこうやって斜めでね取れてたりとか、ガタガタ揺れてたりとかすると後で大変。なんか、うん、編集するとき、まあ、最初撮ってるときにもうほぼほぼ完璧な状態でもうやると編集が5分10分で終わります。5分10分じゃないとめんどくさいよ。そうそうなの。え、中さん何分かかってる？え、私半日ぐらいかかって。半日私動画編集とかってそのパフォーマンスの動画とかに音も自分で作った音だったりとか、うん、音をつけたいとかっていうのがあるので、そこをつけるのが結構大変だったりとかです。あ、それは音楽を作るところからやってるってこと？あ、作るのはまた別で時間かかるけど。ああ、え、すごい時間かけてるね。うん、すごいかけてる。でもそれでも半日でも短くなった方で、5月の光への時は本当に1日丸1日編集かかってた感じ。写真と動画と全部くっつけてみたいなことやってたの。そうなんだ。うん、なんでだろう。だからさ、何も分かんないところでインショット見つけてやり始めて、うん、試行錯誤しながら、ああでもないこうでもないこれなんだろうみたいなのをやりながらだったから、すごい大変だった記憶がある。なるほど。だんだんやっぱ時間は短くはなってきてるけど、それでもやっぱりちょっと大変だなっていう感じはしてる。なんか5分10分でできるっていうのがすごい。5分10分は私も最初のやつ3時間かかりました1本目30秒の最初はそりゃもうかかりますね。ですね。前回浅草でワークショップやらせていただいたじゃないですか、動画編集の。私奈美子さんに携帯借りてたんですよ、撮影で。奈美子さんの買い物をね、ちょっとしたいって言って、ちかさんじゃこの買い物してる間に編集してくださいって言われて、ちかさんが店内見てる間に編集して、はい、終わりましたって言って、すごい。私のところに送ってもらっていいですかって言って、なので、浅草のワークショップや開催しましたって言って、私、結構出してるんですけど、見ました。うんうん。これはね、本当、奈美子さんの買い物時間しか。ね、そう。でもあれも動画のワークショップ始めて3回目4回目とかそんな感じで。3回目のワークショップだよね。そうそうそう。最近はもうお茶会やったら、お茶会の時に動画撮って、帰りの電車とかで編集して、アップして幼稚園のお迎え、息子に行くみたいな。すごい。早くなったもん、本当。早くなった、めっちゃ。そう、なんかね、やっぱやり方やっぱ知ってるか知らないかとかでも。もうその人決まってるからね、ピッ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 ピみたいな、はいみたいな。そう、あ、そうなんだ、みんな大変ですね。でももうちょっと丁寧にやらないとダメだな。なるほど。私が作った資料雑かも。いきます。インショット押しました。のアルバムで使うやつだけ入れてます。お一人様ラーメンと動画で、もうここにものしか入ってない選ぶっていうことをもともとなんだろう、まあ、無駄に取らないっていうのもあるし、例えば取ったやつちょっとちょいちょいって見て、もういらないやつは消すし、もう使うものしかない状態のフォルダをまず作るっていうのはすごい編集してて楽。順番も一応その通り、一応時系列で。でもこれで一応ベースはできたわけです。で、これを、まあ、インショットはそのインスタで載せたいか YouTube で載せたいかでサイズを選べるので、一応それを、まあ、今選んでるっていう状態。まあいろんなキャンバスのサイズがあるんで。で、キャンバスのその、背景をこういうボケた感じにもできるし、そのカラーをつけることもできるし、それはもう自分のその好みとか、自分のスタイルはこうっていうので使ってもあり。そう。まあでも、ちょっといろいろありすぎて、なんかこれ嫌だなとか思って。結局私は。いいですか？ちょっと戻っちゃってごめんね。のそのフォルダごとに分けとくのは、インショットに入る前、フォルダの中で自分でこの消しておいてってことですよね。ごめん、もう一回言って。iPhone なら iPhone の携帯機種の中の写真を保存してあるところ。このフォルダで、この写真はもうこれ、この写真はこのフォルダ、この写真はこれみたいな。のでもそこで分別しとくってことですよね。そうそうそう、分別しとく。だから横は横みたいな、うん、横は横でこの時もこれに編集するより、まあ、大体30から50とかだと思うけど、うん、このくらいをもう入れておく。名前つけて。わかりました。ありがとう。そうそうそう。でも本当それやるとやらないって多分時間のロスはすごい全然違うと思う。全然違うと思う。これ写真のその自分の入ってる全部のところからどれにしようかなって選んでる時間がすごくもったいない。そう。だからフォルダーに分けちゃってこうやってやっておく。あと、インショットは、そうだ、この後出てくるけど、その、ロゴバツっていうのを押す。インショットっていうロゴを、これか。今、やったもん。一瞬で。落ちました。見えました。見えた。見えた。よかった。普通の普段のスピードでなんか作っちゃった。これでもゆっくり作ったつもりなんですけど、もっと多分早い。これとかわざとやってるから、いい色にしようかな。全然もう普段やんないし。だからアプリに入ってるものを、一通り知っておくと、どれをじゃあやろうかなっていうので、まあそれほどではゆっくり、ね、時間をかけてやって、知っちゃったら本当に早いです。で、結局、何も背景は使わないっていうことにしようっていう。あ、これ。バツを押すと、消しますかみたいな。あ、大丈夫。で、こうやってなんかこう iPhone って角度によってこう横で撮ってたのになんか縦になっちゃったみたいなことがあるじゃないですか。で、そういう時は回転させる。クリックを押して、で、ローレックっていう回転っていうのがあるので、今のもう一度お願いします。どんな回転できるの知らなかった。これ。これ。ローピンク。クリップを押して、これをポンポンポンって押すと、ポンポンポンって。こんなんで昔なかったからね、すごい大変だったんだよ、こういうの。そう、動画縦のやつ、横って絶対ならないと思ってたので。なります。これはラッシュでもあるけど、ラッシュは指の2本でやらないとダメだから、あれだもん。ありがとうございます。はい、進みます。これ、超美味しかったよ。これ、そうか。あ、そうそう。で、音楽つけようって思って、ガーガーうるさいから。で、これだけありますよね、インショット。ね、たくさん。いっぱいある、インショット。ね。これは無料で入ってる音楽。なんかいた？無料で入ってる音楽ですかこれ？今の無料。iMovie なんか4曲ぐらいしか選べなくて、ジャンルがなんか違いすぎて、結局全部同じ音楽みたいな。iMovie で作ったっていうの分かっちゃうもん、こっち。パさん、なんかあれですよね、音楽で質問ありましたよね、さっき。そう、無料の音楽、まあ、印象と結構いっぱいあるんだけど、やっぱり気に入るものがなかったりとかして、細部から取り込んだりとかもしてるんだけど、取り込めるもの、アプリによってなのか、取り込めるものと取り込めないものがあって。取り込めないものと、取り込めたこともある。ある。取り込めなかったこともある。うん。だからなんかそのアプリの連携なのかなとか思ったりとか。もともとのファイルタイプとかは全部一緒ってことですか？ああ、それはわからない。そこかな。あ、うん、何で作ってるんだろう、そもそも。わかんないです。でも MP4 とかだったら取り込めたりとかするっていうこと？MP4 なら大体大丈夫だと思います。じゃあ、取り込めなかった場合にはそうじゃないもので作ってる可能性があるってことかな。貸し出した時に違うのにしちゃってるとか。でもどうだろうな、それちょっと実際見ないと、あれかもしれないけど。取り込める時とそうでない時があったので、あ、これはなんだろうなと思って。え、音って録音でやってるんですか？録音でもやってたし、音楽制作ソフトで作ったものを取り込んだこともあるし、ガレージバンドみたいな。ガレージバンド？なんか、じゃあそうじゃない、違うやつだったけど。でもなんか他の人が作ったものだったりとかして、無料でね、ああいうふうになってるものとかでも、入れられるものとそうじゃないものがあったんで。なんだろう、やっぱファイルタイプ、一番気にするのはファイルタイプと、あまりにも大きいかとか、いやでもそれは関係ないかな。音楽だし。やっぱそのタイプなのかな、きっと。読み込めるものが全くないか、あるかのどっちかだとは思うんですよ。このアプリでこれだから読み込めないとかはあんまりないかな。どの場所にあったとか、まあ、ファイルタイプが一番気になるけどな。それ確認してみます。そう、確認してみてください。基本的にはまあほとんど無料のもので全然、なんだろう、やっちゃってるし、私は仕事でやるときは、アートリストっていう、有料の会のやつがあって、でもそれ年間2万くらいするんですよ。で、まあ、著作権フリーのおしゃれな音楽がダウンロードし放題なんで、もう仕事だからしょうがないからそれを使ってるけど、このスマホでもうピッピッピッってやるときは、なんかそこからダウンロードしてこう読み込んでも別にドロップボックスとかに出といて読み込んでもいいんだけど、ちょっとめんどくさいんで、結構あるもので私はやっちゃってます。じゃあちょっとずつ進みます。見ましたアスラーズめっちゃ良かったよ、ジェニファー・ロペス。50歳ですよ。50歳で、ショーガール。なんていうの、ポールダンス。もうおけつそのままバンみたいな、もう超かっこいいみたいなのを一人で見てました。六本木の映画館がやっぱ一番なんか広いし綺麗だし、一人ではいないので。これ撮ってる時って自撮り棒とかそういうのを使って撮ってるんですか？なんか今まではこれ使ってたんですよ。これ。で、これはもう本当にジンバルで、ぶれないんですけど、iPhone 11 Pro Max になったら、ちょっとしたスタビライザー機能、手ぶれ防止機能が多分入ってるんですよね、これ。そう。これまでは入ってなかったと思うんだけど、これにしたら割とこのくらいなんですよ。これ、普通に歩いてて、今も。普通に。止まってないんですよ、別に。わざわざ止まってゆっくりこうやって撮ってるわけじゃなくて、歩きながら撮ってあれなんで、ちょっとだいぶ変わったなっていうのは、肌で感じてます。そう。あとはこれでも、これとか、まあ、これ、簡易的な自撮り棒。短尺にもなるよ、みたいな。これ2000円ちょい。で、2000円ちょいのくせに、ここに、ボタンがあって、これ、Bluetooth で飛ばせて、だからシャッターを押せるんですよ。そう、だから集合写真とか、このジンバルが出る前はこっち使ってて、なるべくブレないようにっていう努力はすごいしてました。あとやっぱどうしても止まって、ゆっくり撮って、腰だけを動かすっていうか、これ撮り方が別に教えてるんですけど、手を動かさない。腕を動かさない。腕を動かすとどうしてもブレちゃうんで、ブレるから。腰ね、スポーツ選手、そうですよね。腰ですよね。でもまあ、私ね、ライブ配信、なみこさんに、ちかさん自信ですかって言われたから。そう。揺れすぎて。マジ揺れてた、旅してた時。何があったんだろう思った。酔っちゃうからね。そう。ガタガタ。で、歩きながら喋る時とか、やっぱまあ、これ2万くらいですけど、おすすめかな、アイテム。まあ、いろいろ徐々に、どれだけ皆さんが動画の世界にハマっていくか楽しみですね。アイテムが変わっていくか。プレミアムボックスシートって荷物を置けるんですよ、隣に。もう超広くてすごい良かった。あ、で、これいらないと思ってカットみたいな。ピーってピー。指でピーって。雑かなきゃ大丈夫か。これ長さか。長さをカット。やってるとかってもう一人なんだけども超寂しかった本当に。映像見るだけで寂しさ伝わってこないですけどね。綺麗でも夜景。一人で飲むっていう。これが私の日常 Vlog ですよね。恥ずかしい。すごいストーリーがやっぱありますもんね。これで終わりかな。こんな感じで、ちょっと今途中っぽいけど、後で終わったやつにします。で、一応サムネイルを、作ったりしてるんですけど、こういう感じで。で、これ、スパークポスト。で、スパークポストかキャンバスっていうアプリがおすすめかなって思います。あと3分で終わりにしなきゃじゃん、もしかして。はい。そう。で、これも作ってあるやつなんだけど、こういう形で、こう、いろいろ、機能があるので、まあ、スパークポストもし使ってなかったら、スパークポストだと、こういうのが簡単に作れちゃいます。で、ビデオとして保存する。で、これを、これに例えばそのテキストを足すっていうのをやればテキストを足せるし、それにアニメーションをつけることもできるし、やっぱ YouTube とかもやるとサムネイルでほぼ最初の人が見るか見ないかって決めるので、サムネイル作りはもうそれだけでむしろ別でワークショップしてもいいかなっていうくらい重要ポイントですね。やりたいですね。そう、いろんなのあるから。本当だ、すごい。そう、これの方が選びやすいな、キャンバーより。ね、こんな感じで。で、してみた。かな。で、トランジッションちょっと分かりづらいかなと思って、これだけやったんだけど、これみたいな。このちっちゃいやつ押すといっぱい出てくるよ、みたいな。こうやって。で、これもなんかあれですね、ものによっては多分有料みたいな、有料プランみたいななんか出てくるから、どれにするんだよみたいな感じ。いいですね、種類いっぱいある。そうそう、結構ある。これかなみたいな。上にヒューっていったらこれかなみたいな感じですね。ということで、12時ぴったりじゃないおインスタ3つアカウントあるので、よかったら、ナミコジャパンと、東京フォトグラファー735と、ワイルドライフジャパニーズガールに野生動物とかオーロラが載ってます。で、YouTube は、まだ15人くらいだけど、地道に上げてるので、よかったらサブスクライブしてください。で、一応その登録みんなしてもらうときに、チャンネル登録だけじゃなくて、この、ベルマークっていうのを押すとお知らせ機能なんで、この右のこのベルマーク。チャンネル登録をした後にこのベルマークを押すと、その人がアップした時にお知らせとして届くんですよ。で、その頻度を確か変えられたりするから、なんか、これの人はしょっちゅう来なくていいみたいなとか、この人はまあ、ある程度のタイミングで来てほしいとか、あるので、このベルマークのことも、お友達とかにチャンネル登録するときに、ここもしてねって言っとくと、最新情報を上げたときにすぐに見てもらえるかなっていうのがあります。で、作れそうですか？どうですか？今まで。そう、じゃあ、タカさん。うん。今聞きながら手元でちょっとやってたの。やってた。うん。ちょっと頑張りそうかな。いや、動画反転できたのがもうね、私は嬉しい。本当よかったよかった。参考になりました。すごい。本当ですか。まだまだ言いたいことめっちゃいっぱいもうあるんだけど、1時間って本当短いね。いやー、動画のワンデーコース、ちょっとそろそろやりたいなとは思ってます。がっつりね、もうこの基礎何回かやって、ある程度みんながまあ、ね、もう、ピッピッピッって一応作れるっていう状態で、撮り方からね、教えるみたいなやつと、もうちょっとじゃあおしゃれにこうやってやるみたいなのとかもやっていきたいな、みたいな感じかな。動画とかもそうだし、そのやり方っていうのは、簡単にできるなじゃなくて、編集の仕方とかここつなげるんだなとかあるけど、やっぱりそのリアルでやらせてもらってる時に、こういう時にはこういうふうな撮り方した方がいいよとか、っていうのがやっぱリアルで教えてもらえるっていうのがやっぱいいなっていうのがあって、東京で私も主催させてもらっているんですけど、ナミコさんもね、全国を回るっていうのもあるので、承知してくれる人がいたらいいですね、現地でね。現地で承知してもらえたらどこでも行きます。金沢の撮影会もします。来てください。金沢行きたい。なんかこの間もやっぱ浅草行かしてもらった時とかのとみこさんあれもできるから添乗員さん、添乗員さん何？そうそう、私添乗員なんですよ。そう資格持ってるから。そうそう。ツアーガイド。そうそうそう、なんかそういうのね、やりながらなんかこう取った方がいいよとかもそうだし、終わり方もこうやって終わるといいよっていうのとか、なんか多分空エンドね、空エンド。なんかね、そこの場だからこそできる技っていうのも多分あるんだろうなっていうのがいっぱいあるので、まあ、まず皆さんやり方を知った上でね、どうやったらおしゃれになるかとか、私もやって動画やって全部まず左から右にこう撮影してるっていうのが分かったんですよ。だからね、編集すると全部こっちからいくの動画で、なんかつまんないって思って、なんかね、どうやって撮影したらいいですかって言って、ワークショップやるときに、なんか今こういうの悩んでますっていうのがあったので、撮り方を教えるで講座というよりは、どんどんそういう、なんかね、世界観の出し方だったりっていう講座をね、やっていけたらいいなっていうのが、私も思っておりますので、サムネイル講座もやりたいです。ねえ、本当ね、そうやってもう細かく分けていったらさ、もう本当に1日コースの授業ができちゃうからね。ね、いっぱいありそうですね、ポイントもね。やっぱほら毎回分けたのがほらハンドメイドワークショップの人とハンドメイドの仕方が違うとか、なんかね、そういうところとかもいろいろね、コースをこれから分けて、編集のちょっと次のステップっていうところできたらいいなって。そうそうそう、なんかこのレイヤーがこういっぱい重ねたりとかいろいろすると、もうちょっとこうなるよみたいなのとかで、この動画の基本的なあれとかもこういうのを画面使ってできたらなと思っていたけれども、1時間のオンラインはここまでですね。なのでまたね、分かんないことがあったらね、今リアルタイムで見てない方もいると思うんですけれどもね、コメントをしていただいたりとか。YouTube の URL だけなんか後でコメントに書いてもらえると。あ、了解です、お願いします。あとなんだっけ、あんまり活動してないけどスマホで動画編集ワークショップグループも一応あるんですよね。そう、ワークショップ参加してくれた方とのつながりのためのグループがあるので、一応そこ入ってもらって、でそこにこう今日のやつをなんかこう出たから作ったよみたいな動画を載せてもらえると嬉しい。あ、わかりました。はい、お願いします。いや、どうですか、オンライン。でも基礎だけでもこれでやってから、なんかリアルで来てもらった方がもしかしたらいいかも。いいかもしれない。そしたらどんなの撮ってきたらいいかみたいなのが。全く初めての状態であって、みんなアプリダウンロードしてないですみたいな状態の時もあったし、アプリは先にダウンロードしてた方が話が早い気がする。あとフォルダも分けといてとかね、の方がこういいかもしれない。ちょっとまあ、何回かやろう。はい、いつもね、ほら改善しててね、もっとこうした方がいいよねとか、分かりやすいよねとかね、動画撮影する時間を作った方がいいよねって言って、ワークショップの形がどんどん変わったりとか、ね、してってるので、これからもだいぶね、だんだん内容のステップアップもそうだし、やり方も、ね、アプリも変わっていくかもしれないしね、常に変わっていくからね。でやっぱその情報収集するのって得意な人と苦手な人いるじゃないですか。そうなの。私情報収集めっちゃ情報収集苦手だから。さっきもね、皆さんの言ってることがたまに分かんなくなってる時があって、レベル高いなと思いながらも、パソコンのこととかが分かんなくっても動画編集はできてるし、とかね。そういうのがあるから、なんか、情報は収集しに行けないけど、それを情報を教えてもらってできるってこととかもすごいあるので。どんどん最先端の情報をナミコさんに得ていただいて、それをどうしてもらうっていう趣味だからね。そんな流れで今後もまたね、オンラインも含めリアルも含め開催させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ね、写真撮ろう、写真。この動画ですよ。いくよ。はいはいチーズ。どうやったかな。じゃもう一回こっちバージョンでもやるかな。これも。間違えた。これもちょっとして。こうしてはいチーズ、あ、スマホ見せてみて、はいチーズこれをライブ配信してますかね、今なんだって、ね、今から見た人がいたらなんだこいつだってなっちゃうから全然こっちのライブの方気にすることができなかったどうですかね。どうだったんだろう。コメントとかってこれ見れるのかな、こうやって。誰もしてない。どんな感じなの？なんかどこをどうやって見たらいいんだろう。慣れない。視聴中ですは出てくるけどね、そこまで内容についてのコメントとかはない。おはようございますとかさ、見てます。なるほど。うん、でもそのおはようございますすら私も見れない。どうですか？なんか画面で隠しちゃうと見れない。あ、そうですよね。そうだよね。パソコンで今ね、この皆さんとお話しして、コメントはね、携帯で見てた。あ、なるほどね。だからね、皆さんね、スマホ、今、動画編集やってたから見れないですよね。あ、そっか。いろんなものを駆使しないと。うんうん、すごい。でも、オンラインの時は、携帯とパソコンで2台持ちじゃないと、うんうん、話聞くときは難しいですね。ね、でもやりながらって難しくないって思ったけど、できました？大丈夫？やりながらの方がいいかも。あ、そうなんだ。うん、なんか画面見てるだけだと結局自分一人になった時にできない。ああ。だから同時進行で同じことをやった方がいいかも。なるほど。うん3月12日も一応もう1回くらいやって、でこの動作確認が完璧な状態で、でそれからちゃんと有料でやっていこうかな。それか、まあその辺ちょっとちかさんと考えます。いやでも今日は本当に皆様ありがとうございました。突然昨日からお呼びかけしてすいません。もうコロナで頭の中いっぱいでもね、もうコロコロする。いやすごいよかったです。あとでも動画の実際に動画を撮った時の撮る時のポイントはやっぱり実践じゃないとわかんないところかな。そうですよね。ちょっと私を金沢にヒュッとこのままヒュッて行きたい。行きたい。あ、やりたい人いたらやりたいのね。うん。ね。一応これも YouTube にそのままガツンって投げ込むんで、まあこういう感じの人がまあいるよみたいなのでやってもらって、じゃあライブを見てくださった皆様ありがとうございました。またね、コメントとかしていただいて。もっとこのこと知りたいよとかの要望を教えていただいたら、それもねまた発信できるようになると思いますので、うん、分かりづらかったよとかコメントくださいでこのライブ配信もね私たちのチャレンジでもそう同時はねさすがに伝えられるかなっていうのも考えながらなので、うん、ね、逆にこれでさ今回は2人に限定させてもらったけど、これがこう大人数でも今ので成り立つのかっていうのもちょっと試したいなって思う。動画編集する動画をあらかじめ配布じゃないけど同じものが手元にあって同じ作業をみんなでやるだったらある程度の人数もしかしたらできるのかな。なるほどなるほど。できるかいいの、私の一人のラーメンと動画でちょっとまず違うのがいい塩がね、奈美子さん撮ったものでラーメンでも全然いいと思うの。とてもいいと思いますね。私も他のもラーメンとかなんだけどどうしよう。全然大丈夫だと思うけど、そのインショットならインショットで、そのアプリ使ってない人が動画を見た時に、この操作は何どうやったらできるのとか、これはどうやったらできるのっていうのが多分わからない。なるほどね、普段今まで使ってないとね。うん、私は多分高井さんもそうだけど、使ってたから、あ、この動作はこれねっていうのがわかるけど、全く知らない人が見た時に、ここ動いてるけど私の動いてないけどどうやったらいいのって多分わからない。そうだよね。しかも私の早いし、同じ素材で同じことをみんなでやるっていうのだったらできるかもしれないかなって。なるほど。だから分かった。で、3月12日もう一回チャレンジしてもらうときに、動画を配るっていうのと、全くやったことがない人に来てもらう。全くやったことない人に来てもらう。で、話が伝わるかどうか。で、ちょっと人数増やしてみようか。え、初めての人生大丈夫ですか？チャレンジすぎる。初めての人は少ない人数の方がいいかもしれない。よし、もう一回限定2名でやろう。はい、初めての人。これ何コマまでこうやって映るんだっけ、一緒に見れるの。この4ぐらいかな。50人とかいけますよ。30人とか。画面共有してる時ってことですよね。そうそう、この立って一列のそのね、次の画面なんだろう、相手のこう止まってる状態とかさ、なんかこう困ってる状態がわからない状態で先に進めるのもなんかね、手上げるっていうボタンありますよね。あるある。あれわかる、みんな知ってる。あれ面白くない？どうやってやんだっけ？手上げる。ね。え、ちかさん手あげて。あれでも今ないかもしれん。うん、この、どっかね、どっかありましたよ。あ、やすこさんがあんた出る手あげた。その時はチャット使うしかないかもしれない。うん。画面共有してる時は。そっかそっか。で、人数多くなると、その、マイクミュートにしないと、ハウリングしちゃったりとかすることもあるので。そうですよね。じゃあ2名とりあえず、でまたこのスタイルを確立させましょう。はい。コロナのおかげさまというか変な感じだけど、皆さんに協力を得ながらありますので、3月みんなお家にいないといけない気持ちになっちゃうから。なので今日はこんな感じなので、もしよかったらやすかさんもたかさんもできたらちょっとSNS でできたやつを上げていただけるとね、はい、まずそのグループのところで上げさせてもらってからにしようかな。はい。で、なんかまたね、やるときにここもうちょっと教えてほしいってなったらまた連絡いただければ、はい、勉強になりますので、私たちもね、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここで見てくださった方もいるのでね、ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。